フルメタルジャケット。フルメタルジャケットは1987年のアメリカ映画でベトナム戦争を題材にした戦争映画。監督はスタンリー・キューブリック。現代の直訳は完全飛行弾となり玉体の鉛を銅などで覆った弾丸のことである。原作はグスタフ・ハスフォードの小説、原作三章。用語の意義としては短期限役兵。 日本での公開は1988年3月。前半では海兵隊訓練所で新兵が受ける過酷な訓練。後半では彼らのベトナムでの行動が描かれる。ベトナム戦争時、アメリカ海兵隊に志願した青年たちは、サウスカロライナ州パリスアイランドの海兵隊訓練キャンプで厳しい教練を受ける。キャンプの鬼教官。 ハートマン千人軍曹の指導の下で行われる訓練は徹底的な叱責と罵倒、殴る蹴るの体罰が加えられ続けるという心身ともに過酷を極めるものだった。さらに連帯責任による懲罰、訓練生の間で行われるいじめなど閉鎖的な空間で受ける社会的ストレスが次々と描かれていく。落ちこぼれだった訓練生レナードは ジョーカーら同期生のサポートを受けて、訓練をやり遂げ、最終的に射撃の際を認められた回評価を得るが、過酷な訓練により、精神に変調をきたしてしまい、卒業式の夜にハートマンを射殺した後自ら命を絶つ。厳しい訓練を耐え抜き一人前の海兵隊員となった彼らは、ベトナムへ送られる。テト構成の第一撃を受けた後、前線での取材を命じられた。 報道部員のジョーカーは、訓練所での同期であったカウボーイと再会し、彼が属する小隊に同行することとなる。ある日カウボーイたちは、情報部から敵の後代を知らされ、その確認のために、笛市外に宣言される。しかし、高戦地帯で小隊長が砲撃で、戦死、さらに分隊長を、ブービートラップで失う。残る、歌手間のカウボーイが部隊を引き継ぐも、 震度を誤って転身しようとしたところに狙撃兵の待ち伏せを受け、二人の犠牲者を出す。無線で前線本部の指示を仰こうとしたカウボーイは、ハイビルの影に隠れたつもりが、崩れた壁の隙間から襲ってきた銃弾に倒されてしまう。残されたジョーカーらは、狙撃兵への復讐を決意し、煙幕を焚いた上で、狙撃兵がいると見られるビルに忍び込む。ジョーカーが見た。 狙撃兵の正体は、まだ若い少女だった。ジョーカーは、狙撃兵から帰り討ちにされそうになるが、駆けつけたらフターマンが彼女に銃弾を浴びせた。虫の息となった、狙撃兵の少女は祈りながら、とどめを刺すよう懇願し、ジョーカーは、様々な思いの中で拳銃の引き金を引いた。運よく五体満足で人気を終えられる期待に喜びを感じながら、ジョーカーらは高らかに歌いつつ、 暗夜の戦場を興奮してゆく。内は相性。本名では滅多に呼ばれない。他のキューブリック作品でも多い例だが、キューブリック自身が本作品の字幕翻訳をチェックしている。当初、日本語字幕への翻訳は戸田夏子が担当したが、ハートマン軍曹のセリフを本当に訳したため、再英訳を読んだキューブリックは、汚さが出てないとして、戸田の翻訳を却下、急遽、 原田雅人が起用され、翻訳作業に当たった。キューブリックが原文の直訳を要求した結果、まるでそびえ立つくそだ。などの奇抜な言い回しがえって、名セリフとして、著名になり、様々なパロディが登場した。アメリカ合衆国とベトナムが舞台だが、イギリスで撮影された。そして、原作の後半が省略されたこともあり、ベトナム戦争を扱った映画には珍しく。 ジャングルでの戦闘がなく、主に紫外線が描かれている。ただし原作では、笛宮殿地域の邸宅群が舞台となっているのに、対し、映画では、コンクリート建築が並ぶ街並みに、アレンジされている。当初、訓練教官役への演技指導のために、海兵隊の訓練教官を務めた、経験のある RDR 名が呼ばれたが、その迫力が、 あまりにも生々しく圧倒的だったため、自ら訓練教官を演じることになった。劇中のセリフの半分はわいせつで下品なものが含まれ、さらに本人ばかりか出身地や家族まで徹底的にこき下ろす彼のバリ増言に出演者が怒り出すこともあったという。映画前半の訓練キャンプの描写は非常に有名だが、原作小説では全体の1、5程度を占める部分に過ぎず、 配給会社が用意した映画の予告編にも登場しない。当初ハートマン役の予定だったティム・コルセリは交代させられたことが非常に不満だったという。代わりに演じた輸送ヘリのドアガンナー役では、ヘリから眼下のベトナム農民を片っ端から撃ち殺し、逃げる奴は皆ベトコンだ、逃げない奴はよく訓練されたベトコンだと言い,い、さらにジョーカーのよく 女子供が殺せるなという質問に対しては、簡単さ、動きが呪いからなと答え、ほんと、戦争は地獄だぜ。と言い放つという、数分の登場ながら、狂気に満ちた演技を見せた。なお、原作のドアガンガーには、セリフがない。M16 アサルトライフルが、数多く登場するが、発砲する必要がない場面では、日本製のモデルガンが使われている。メーカーは、 MGC、金属製のモデル1で、質感は実中に似ているものの、ボルトフォワードアシスト等の形状が実中とやや異なる。作中後半で登場する、チェコ製の VZ58 アサルトライフルは、AK-47 の代役というわけではなく、実際に、当時のベトナムで使われていた。訓練中に歌っている歌は、ミリタリーケイデンスという、日本では、 1988年8月に、任天堂から発売された、ウォーシミュレーションゲーム、ファミコンボーズのテレビ CM で、この歌がパロディで使われてたことで非常に有名。CM 内容も本映画の前半の訓練シーンのパロディであり、微笑みデブのようなキャラクターも登場した。ライトノベル作品、フルメタルパニックは、本タイトルをもじって名付けられた作品であり、 随所に本作品のパロディが見られる。特に、小説短編もしくはアニメ、フルメタルパニックフモフ。における、やりすぎのウォークライでは、乙女のような心を持っている気の弱い、弱小ラグビー部のメンバーたちが、海兵隊のようなスパルタ式の軍隊訓練により、洗脳され、精神に変調をきたして、ボールに話しかけるようになり、自分たちをバカにしていた。 強豪校をボロボロロに打ちまかかすストーリーリが描かれている1957年の突撃と並び反戦映画と称されることがあるが、キューブリック監督自身には本作と突撃いずれにも反戦映画という意識はなく、本作の脚本家マイケルハーはキューブリックから戦争そのものを映画にしたいという企画意図と突撃が 反戦映画とみなされていることに対する楽談を聞いている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。